方です。今日は好転倒立のやり方をリクエストで受けましたんで、それを紹介していきたいなと思います。まずね、最初にできた方がいい動きっていうのがあって、別にできなくてもいいんだけど、これができといた方がいいと思う。三点倒立からせーのっていうこの器用な体の使い方、これができていた方が後転倒立をするときに多少ね、勢いのつけ方がミスったとか角度ミスったってなってもカバーしやすくなります。成功率が上がります。だからできておいた方がいいと思うよっていうことで、もっともっと大事なことっていうのは、後転倒立を狙って失敗したときに前に倒れてもカバーできる能力、もうちょっと具体的なこと言ったら倒立前転が上手にできる能力っていうことの方がすごい大事だと思う。どういうことかっていうと、こういうこと、失敗して倒れてきた時に上手に転がれる能力、そして怖くないっていうメンタル、最初はこれでいいんです。後転倒立を練習し始めた大体の人って後ろに行くと思うんだよ。元気のいい後転みたいなね。これだと倒立にならないでしょ。後転倒立にならないでしょ。でもこれがなんで起きるかっていうと、感覚がわからないから。上に狙うっていう感覚、狙い方がわからないからそうなってしまうんだよね。じゃあこっちにばっかり行ってたらさ、練習の仕方としてどうなる？こっち狙っていくでしょ。そうするとうまいこと一発でスパーンってハマるって結構奇跡に近いから、さっきみたいに倒立がこっちに行ったりとかするのよ。でそうするとこっちに倒れるでしょ。だから倒立前転がちゃんとできないと、着地が痛かったりとか、そのうまく対処できなかったら怖くなってくるでしょ。恐怖心に変わってくるんですよ。そうするとこっちってなかなか狙えなくなってくるの、気持ち的にね。そうすると後転倒立で狙える幅が少なくなってくるのよ。わかる？こっちが怖いっていうことはこっち狙えないっていうことなので、半分からこっちしか狙えなくなってくるみたいな感じ。そうするとさ、これ厳しいでしょ、後転倒立狙うの。だからこっからここまでどこでも狙えますよっていう角度を確保しておかないと、自分でこう後転倒立を練習する角度、可能性を自分で潰してしまうことになるのね。だから倒立前転の器用さ、うまさっていうのがすごい必要になってくるよねっていうこと。それで何回も練習したら、あとはもうコツです。失敗しちゃった。これだったら結構もういけそうでしょ。結構リアルに展開すると今みたいな感じになってくると思うんだよね。そしたら次はもういけるでしょ。さっきより後ろの方に狙ってやれば倒立になるので、後転倒立完成するよねっていうこと。いや、痛えわ。